静剤を投与します。安静にしてください。速報です。任期満了に伴う東京都知事選挙は今日投開票が行われ、東京都民を守る会所属参議院議員の日向百合子さんが当選しました。日向さんは元気象予報士で、2013年に起きた池袋事件の最初の被害者であり、東京都民をあらゆる手段で鬼から守るという公約を掲げています。本日、東京都鬼侵入禁止条例が公布されました。この条例により、鬼は東京都に入る際、事前の承認申請とドクターバンドの装着を義務付けられます。ドクターバンドは血を見た時などの変異に伴う体温上昇を検知し、個々の体質に合った量の鎮静剤を注入する機器です。はいドクターとバンドに話しかけてみてください。はいドクター。緊急 SOS を発信しますか。いや何でもない。生まれる体は選べねえ。選べるのは生き方だけだ。私はそばにいたのに最悪のケースを考えていなかった。鬼が人を殺した後自殺するんだが、自殺の前に神の啓示を残す点で共通している。これから都民のために何をすべきか、そのことを最優先に考えた政策の実現を目指していきたいと思います。レオ、俺たちはただ辛かったんだ。あなたは私が守る。下がってください。ここは私がやります。大丈夫だよ、そばにいるって約束する。お前が怖がるはずはない。最後の力を振り絞れ。死刑はいずれ革命となる。逆襲が始まったユーストスの名のもとに。今隣の部屋にいるのは俺の妻だ。